こんにちは、ガーメント土産です。いつもお世話様です。今日はですね、また物資がありまして、ありがとうございます。CD ロムと、こんなにいっぱい。あとは、すみません、じゃらっとします。インクカートに持ってきましたので、ありがとうございます。じゃあ、ありがたく遠慮なくいただきまして、どうもどうも。重たい。もう結構重いです。結構重いです。ありがとうございます。いえいえ。どうもどうもすみませんね。助かっております。ありがとうございます。こんなに最近CDR も番組に出た人が記念にいただけませんかということで、かなりねプリントしてねお配りしてるんですわ。はい、助かりますね。直美さんには本当いつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、今日は支援物資をリンゴラジオ山本町災害 FM リンゴラジオさんにお届けしました。かもしれないですけど、物資支援の必要性っていうのはまだあるんですね。はい、そうなんですよ。支援物資に関しては自立の妨げになるんじゃないかなど、そういう意見も結構聞こえてくるんですけれども、震災から1年半以上が経って、その地域で今立ち上がるっていう人だったり、あとは日々頑張ってる団体というのもまだまだ多くてですね、でそういう人たちは資金力がなかなかないところが多いので、その中間支援という形で物資をニーズを聞いて、当団体の Amazon 欲しいものリストを利用して物資を募集してます。震災支援団体のガーネット宮城です。ガーネット宮城では現在も支援物資を行っております。地域で今立ち上がり始めた小さな団体でしたり、日々頑張っているグループや団体に物資の中間支援を Amazon Japan の欲しいものリストを利用してます。Amazon のトップページに助け合おう東日本というバナーがあります。そこをクリックしていただくと、そのリスト一覧というところが見れますので、そこにガーネット宮城っていうところがありますので、そこをリンクしていただけると、うちがヒアリングした必要な物資というのを載せておりますので、ぜひ皆様からのご支援お願いいたします。画像でうちのブログだったり Facebook ページでお届けしましたよって逐一出してますので、そちらをご確認いただければと思います。はい。